ファッションカラー。初めてファッションカラーをされるお客様への基本的なテクニック、ファッションカラーリタッチの基本的なテクニックを紹介していきます。ファッションカラーの施術プロセスです。ワンメイクカラー。下から上を目指して塗布。根元は体温で明るくなりやすいため、根元約1センチを残してカラー剤を塗布します。頭皮に対して90度パネルを引き出し、同様のスライス取りでトップに向けて塗布していきます。バックサイドのネープからトップにかけての塗布が終了しました。バックの両サイドの塗布が終了したら、サイドも同様にネープ側からトップに向け塗布していきます。トップまで同様に根元約1センチを残して毛先まで塗布します。根元約1センチを残して全体の塗布が終了しました。リタッチが必要な場合の塗布方法。5センチ幅のスライス取りで頭皮に対して90度にパネルを引き出し、根元1センチを残して基線部に約1センチオーバーラップさせるようにして塗布していきます。同様にトップに向けて塗布していきます。バックサイドのネープからトップに向けての塗布が終了しました。バックも同様に塗布後、サイドも下から上に向けて塗布していきます。リタッチ部の塗布が終了しました。ワンメイク、リタッチ共通。残しておいた根元への塗布を始めます。パート部全体の塗布をします。バックのネープからトップの根元にカラー剤を塗布していきます。全体の塗布が終了しました。